はい続きまししてて第4節計算に入っていきままょうまずは会社法においてなぜこの計算について規制を設けているのかといいますとテキストですね一番の計算概要のところに理由を2つ挙げていますねその理由の1つというのがこちら株主と会社債権者への情報提供それから2つ目に剰余金分配の規制と。 こういいった理由があるからと,いうことになりますでこの情報提供や規制を行っていくために2番会計帳簿のところにありますように会計帳簿を作成して保存していく義務があるということになります。まずはこの1番の計算概要と2番の会計帳簿につきましては皆さん一通り目を通しておいてください。 ででは続いいてて番計算書類等ですねこちらを見ていきましょうまずは、計算書類等にはどんな内容があるのかということで、括弧1、計算書類等の内容、様式というところを見ていきますと、表の中ですね、一対借対照表から丸6、六中期表まで挙げていますね。それから 過去に計算書類等のの作成のところ第一段落ですね、見ていきますと、株式会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に関する計算書類等、過去、計算書類事業報告付属明細書を作成しなければならないとあります。今の記述ですね、計算書類等というのは、計算書類に 事業報告付属明細書を加えたものだなということがわかります。そうしますと、先ほどの括弧1のところの表の方ですね、戻っていただいて、丸1から丸6までの中で、事業報告というのは丸3ですね。それから付属明細書というのは丸4にありますので、丸1丸2丸5丸6 こちらが計算書類に該当するということがわかります。丸1、貸借対照表、丸2、損益計算書、丸5、株主資本等変動計算書、丸6、中期表。この4つが計算書類ということですね。ちなみに中期表というのは、例えば棚卸し資産の評価方法であるとか有形固定資産の 減価償却の方法であるとかこれは選択肢が複数ありますのでその中で当社はこの方法を採用していますよといったことを表していくのがこの中期表ですねまずはこの1から6ですね細かい点になりますけれどもこういった違いがあるということまで押さえておきましょう。はい、では次に。 括弧に計算書類等の作成の今第一段落見てきましたけれどもすぐ下に図がありますよね計算書類等の作成から保存までの手順の原則ということで左から右にですね手順のこの流れがですね順番に上げてあります順番に見ていきますとまず一番左ですね計算書類の作成ですね作成をしたものは次に監査を受けそれから三つ目に 取締役会の承認を受けるとということですねでその次は事前の開示ということで,でこれは株主総会の承認を得るために事前に開示する必要があるという位置づけですね。でそれから株主総会の承認を経て事後の公開決算広告となり最後に保存ということでここ全部で7つの手順がありますよということが示されています。 でこのあとテキストでは3、計算書類等の監査から、か4か5か6か7それからか8までですね、それぞれのこの手順について、詳しく説明があります。ポイントになるところを一緒に確認をしていきましょう。まずは、3計算書類等の監査というところを見ていきますと、 一監査役設置会社については計算書類等は法務省令で定めるところにより監査役の監査を受けなければならないということになります次に2会計監査人設置会社の方を見ていきますと計算書類とその付属明細書については監査役括弧の中 監査等委員会設置会社では監査等委員会指名委員会等設置会社では監査委員会この括弧の中よろしいでしょうか前の第3節期間のところで見てきた内容ですねでこれらと会計監査人の両方の監査を受けるということになります計算書類とその付属明細書については監査役と会計監査人の両方の監査を受けるということですねでそれから 次の文章、事業報告とその付属明細書については、監査役、括弧の中は先ほどと同じですね、の監査を受けるということで、今読んできた内容、ちょっと整理をしておきますと、こちらですね、監査を受ける必要があるのは、この計算書類、事業報告、付属明細書に対して、この監査役と、それから 会計監査人でこの監査を受ける対象が異なっているんですねまず監査役の監査を受けなければならないのはこの3つのうちいずれも監査役の監査を受けなければならないということでしたねまずはこちらですねここいずれも丸をつけておきますそれから次会計監査人の方を見ていきますと この会計監査人の監査を受ける必要があるのは、この3つのうち、計算書類とその付属明細書ということでしたよね。計算書類とその付属明細書、事業報告とその付属明細書は必要ないということですね。ですから、こちらの表の中は、ここ、一番上と、それから3つ目ですね。 ここですね。会計監査人については、計算書類とその付属明細書ということで、ここ、カッコの中、K のみ、K のみというのは、計算書類のみということで、このように書いております。はい。まずはこの点ですね、ちょっと整理していただいて、じゃあ次の段階、見ていきましょう。今度は、カッ4、取締役会の承認ということで、取締役会設置会社では、計算書類等は、 取締役会の承認を受けなければならないということになります。で、次の段階ですね。かっこ5。計算書類等の事前の開示ということで、この事前の開示というのは、この次の株主総会の承認を得るために、前もって開示する必要があるという位置づけですね。この事前の開示には丸1。直接開示と丸2。間接開示が。 あるとということでまずは1直接開示の方を見ていきますと取締役会設置会社では取締役会の承認を受けた計算書類と事業報告は法務省令で定めるところにより定時株主総会の招集通知に際して株主に提供するということですね。で次に2間接開示の方を見ていきますと付属明細書は 招集通知に提供する必要はないが計算書類事業報告監査報告会計監査報告とともに定時株主総会の日の原則として2週間前括弧の中取締役会非設置会社は1週間前から本店に5年間写しを支店に3年間備え置き株主会社債権者親会社社員の 閲覧当社に役立つようにするということですね今見てきた内容もちょっと整理をしておきたいと思いますこちらですね事前の開示事前の開示については直接開示と間接開示という方法がありますよということでこの直接開示と間接開示においてもこのいずれを開示するかというのがこちら内容が異なっているんですね まず、直接開示については、これは、計算書類と事業報告、これを開示を行っていくということですね。ここ、まずは、こちら、丸をつけておきます。付属明細書までは、直接開示は必要ないということですよね。それから、間接開示においてはどうかというと、これは、 いいいいずれも開示をを行ってててくととうここですすねこちら丸を全て書いておきます直接開示というのはこれは今見てきたようにこの株主総会ですね定時株主総会の招集通知と合わせて提供するということであまり情報量が多くてもこれは株主としても困ってしまう。 あるいは会社側としてもこの提供する情報量、まあ、紙などが例えば多いということになっていくわけですよね。一方で間接開示というのはこれは本店にあるいは支店に備え置くということで、まあ、そこではですねこの付属明細書まで備え置くことができるということですね。必要があればここちらですね株主はこの 間接開示ですねこの本店や支店に出向くことでまあ、情報提供を受けることはできるということになるわけですねこちら事前の開示についてもここですね整理をしておきましょうでは次の段階ですねあ、その前にちょっと一点確認をしておきますけれども丸 ② 間接開示のところで2行目後半のところですね 定時株主総会の日の原則として2週間前、それから括弧の中、取締役会非設置会社は1週間前という記述がありましたけれども、これは先に学んだこの株主総会の招集通知の発送のタイミングとこれつながっているわけですよねここ確認をしてておいいくださででは次の段階ですね。 ここまずは第一段落のところ原則としてとありますけれども取締役は監査を受けた計算書類事業報告を定時株主総会に提出して事業報告についてはその内容の報告で足りるが計算書類については株主総会の承認を受ける必要があると。 これが原則とということになりますでこれに対して次の段落、ですねただし例外としてということで会計監査人設置会社ではということで次の行ですね、最後のところ要件に該当する場合には株主総会の承認を求める必要はなく。 取締役会の承認で確定することができその場合には定時株主総会に計算書類を提出してその内容を報告すればよいとこのような位置づけになりますこの株主総会の承認についても今一度確認をしておきましょうはいではこの株主総会の承認を経たら次に括弧7ですね 計算書類等の事後の公開ということで決算広告ということになりますここ1行目見ていきますと定時株主総会の終結後遅滞なく会社は法務省令で定めるところにより貸借対象表大会社では貸借対象表および損益計算書を広告しなければならないとあります。このの広告というのは 公に知らせていくということですね。株式会社はこの広告の義務がありますけれども、これなぜかというと、先ほどこちらで見てきたように株主とこの会社債権者ですよね。債権者に対しても情報提供をしていく必要があることから広告を行わなければならないということになります。で、この広告についてはまた後の方のテーマで見ていきますけれども。 次の記述を見ていきますと、丸一のところですね。定款で広告方法を官報または日刊新聞紙と定めている会社。まあ、それから丸二のところでは、定款で広告方法を電子広告と定めている会社とあります。丸一のところで、ま官報、それから日刊新聞紙という、この二つの広告方法があるということが。 分かりますね、それから、2のところでは、電子広告という広告方法があるということが分かります。この点ですね、この記述を通して、押さえていただければと思います。また、詳しくは、後の方のテーマで見ていきましょう。ちなみにですね、ここ、ですねテキストの内容につきましては、官報、または日刊新聞紙、この広告方法においては、1のところですね。 対借対象表の用紙を広告すれば良いということで、まあ、ここですね、まあ、用紙重要なところだけですね、最低限のところだけまあ広告すれば良いと、このような位置づけになるわけですね。まあ、一方で、2、電子広告の場合においては、これは対借対象表の全部を広告しなければならないと、まあ、このような位置づけになるわけですね。それから、三。 金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社ということで上場企業を中心としてこの有価証券報告書をご覧になったことがあるかと思いますけれども会社法のほかにこの金融商品取引法の規制がかかってくる会社もあるということですね。でそののの場合ににおいいてははこここですね決算告告というのは免除されるこの有価証券報告書に 変えられるという位置づけになりますではここまでで,7です、ねまあ、事後の公開決算広告について確認をしてきました今度最後に8計算書類等の保存ということでここ株式会社は計算書類を作成した時から10年間当該計算書類とその付属明細書を 保存しなければならないということになりますでここまでですねまあ、先ほどのま図ですね手順ありましたけれども計算書類等の作成から保存までの手順に従って内容を確認してきましたではテキストの方ですね残り括弧9臨時計算書類につきましては皆さん 読んで確認をしてておいいくださいそれから、こちらは先ほど有価証券報告書のところ少し触れてきましたけれども上場企業を中心としてこの金融商品取引法ですねこの対象になるような会社というのは連結決算を行ってそちら情報開示をしていますよね。 この連結決算ですね連結計算書類を作成しなければならない会社というのはどのような会社なのかといいますとここ第三段落のところを見ていきますと連結計算書類の作成が義務付けられるのは事業年度の末日において大会社であってかつ金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社に 限られるということになりますこの点はここで押さえておきましょうはいではここまででこちら3番計算書類等について一通り確認をしていきましたここまで版書の左側ですね今一度内容の方を確認をしてくださいでは一旦動画の方を切り替えて今度はですね版書の右側の方確認をしていきましょう はい続きまして番書の右側ですねこちら4番「資本金と準備金」について見ていきましょうこのテーマ経営法務だけでなく財務会計でも出題されるテーマですねとなると計算問題を解かなければならないわけですけれどもその解く上でルールこの会社法のルールを押さえておく必要はありますよね。ルルールを理解する上で なぜそうなっているのかというところまで理解できると知識はより定着すると言えるかと思います。このテーマですね資本金それから準備金これらがなぜ設けられているのかと言いますとテキストですねまずは括弧1のところを見ていきますと資本金と準備金の概要ということで1行目資本金は会社債権者の保護あるいは 株主と会社債権者との利害調整のために設けられた制度であるということですねそれから次の文章も見ておきますと株式会社では株主有限責任のため会社財産のほかに財産的基礎がないので資本金を基準としてさらに準備金を設けとこのような記述につながっていくわけなんですね。 テキストではすぐ下に図がありますよね。資本金、準備金、剰余金の概念ということで、こちらの図を通して、資本金、準備金、剰余金、こちらをざっくりと捉えていきましょう。こちらですね、板書にも同じ図書いておりますけれども、こちらの図、コップがマスに乗っかっているということで、例えば居酒屋でですね、 マスにコップが乗っかった状態で、まあ、日本酒を、まあ、お酒をついでもらう、まあ、このようなイメージですね捉えていただければと思いますそうしますとこの継いでいくお酒ですね、まあ、ここでは内部流放利益と書いておりますけれどもお酒をついでいけばコップがいずれあふれますよねあふれたお酒は今度はマスを満たしていくことになります マスも満たしていくと、今度はお酒は外に溢れていくということになりますね。そうしますと、このまずコップこちらが第一の基準、それからマスマスが第二の基準というふうに捉えることができますよね。第一の基準が資本金、第二の基準が準備金とで第二の基準も超えて 溢れてきたものが常用金とこのように捉えることができるかと思いますこの点を押さえていただいたところでまたテキストの方ですね戻っていきまして今度は括弧に資本金のところですねここでまた詳しく見ていきましょう一行目資本金とは会社の財産を確保するための基準となる1 性の計算上の数学であるとあります。次の文章も見ておきます。と、資本金の額の算定は原則として。株式の実際の払い込み額、過去現物出資の場合は給付額の総額であるということですね。ここ原則としては、実際の払い込み額を全て資本金にする。 これが原則となるわけですけれども次の文を見ていきますと株式発行の際にその2分の1までの額は資本金としないことが認められるということですねこれが例外にあたる内容ですね。その場合には資本金としない額を資本準備金としなければならないということでこの原則と例外ですね。 ここで押さえておきましょうそれから確保3準備金の方も見ていきますと準備金は資本金額に相当する会社財産に加えて準備金額に相当する会社財産を確保しない限り剰余金の配当を許さないことによって会社財産の変動に対する干渉の役割を果たすということになります。でこの準備金には 資本準備金と利益準備金があるとということですねでそれから第三段落のところを見ていきますと剰余金を配当する場合には法務省令で定めるところにより配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金かっこ資本準備金または利益準備金として積み立てなければならないと。 このようなルールがあるわけですね。ではここまで押さえていただいたところで、今度は、5、資本金の額の減少、減資とあります。まそれから、6、準備金の額の減少、こちら合わせて見ていきましょう。まずは、括弧5の1行目のところ見ていきますと、資本金の額の減少、減資とは、 会社債権者の担保として社内に留保されるべき会社財産の基準額である資本金の額を引き下げることを言うとこれがとということですねで次の文章ありますようにこの場合減少した額だけ資本準備金またはその他資本剰余金の額を増加するということになります。 で次の文章を見ていきますと、ここ、資本金の額を減少して、利益・準備金、またはその他、利益・剰余金の額を増加することはできないということで、まあ、このあたりですね、資本・準備金、またはその他、資本・剰余金にはできるけれども、利益・準備金、またはその他、利益・剰余金にはできないということで、この違いですね、なぜそうなのかというと、次の文章ですね。 これは資本取引の春別という会計の基本原則がここに表れているということになります。まあ、このあたりも細かい内容ではありますけれどもご理解いただければと思います。それから第2段落のところを見ていきますとこの資本金の減少この減資というのは会社債権者にとっては当然、 望ましいことではないですよね。したがって、ここ見ていきますと、株主及び会社債権者保護の観点から原則として株主総会決議と会社債権者保護手続きが必要となります。で、今見てきた内容は基本的に次の （6） 準備金の額の減少。 こちらでも同様のことが言えますのでここは皆さん一通り読んで確認をしてくださいでこの資本金あるいは準備金の減少に対して今度はカッ7資本金の額の増加それからカッ8準備金の額の増加こちら合わせて確認をしていきましょうそうしますとカッ7のところ1行目ですね 会社は株主総会の決議により常用金の額を減少して資本金の額を増加することができるとあります次の括弧8も同様の記述がありますこれは先ほどのまあ減少していく場合と比べて増加していく資本金や準備金を増加するというのはこれは株主や債権者にとっては 望ましいと言えるわけですよた、ね、がって手続きの面ここ比較をしてみますと株主総会の決議は減少する場合でも増加する場合でもいずれも必要ですけれども会社債権者保護手続きに関してはこの増加する場合においては不要という形になります。この点ですね対比して抑えてえ 置きましょうはいでは続いて括弧9に積立金こちらは皆さん目を通していただければと思いますそれから続きに括弧10ですね資本金額による法律上の適用の相違点ということで資本金額は大きければ大きいほどいいのかというと必ずしもそうは言えないところがありますよね でこの点丸1から丸4までですねまずは丸1のところではこれは会社法に関しての内容ですけれども確認しておきますと最終事業年度にかかる貸借対象表に計上した資本金が5億円以上の会社は大会社となり会計監査人を置かなければならないこのようなルールがあります。これは以前にも見てきた 内容ですよねそれから丸 ② こちらの内容は登録免許税に関する内容ですねそれから丸 ③ これは消費税に関する内容ですねそれから丸 ④ こちらは法人事業税ですね外形標準課税といった記述がありますこのように税法によってですねこちら 法律によってそれぞれ異なるところがありますのでこのあたりは一通りですね確認をしておいてください、はい、ではここまでで4番資本金と準備金については終わりまして続いて5番ですね剰余金の配当についてこちら見ていきましょうまず最初のところですね 概要のところを見ていきますと会社は出資者である株主には一定の期間ごとに利益その他の常用金の配当を行わなくてはならないということになります。で次の文章ありますように会社債権者保護手続きを経ずにいつでも期中何回でも常用金分配をすることができるということになります。 ではそもそもこの剰余金というのはどのように定義されているのかといいますと、括弧2のところですね、概念的には貸借対照表上の純資産額から資本金と準備金を差し引いた額となるということで、この点はしっかりと押さえておきましょう。次の文章ですね、2行目。実際は 決算日後の配当による剰余金の変動も考慮する必要があるため、会社法では剰余金が定義されているということで、会社法の中ではさらに細かく定めがありますけれども、ここではですね、最初1行目ありましたように、この概念的には、貸借対照表上の純資産額から資本金と準備金を差し引いた額、この点はしっかりと押さえてください。 では続いて、括弧3のところですね、常用金の配当手続き、どのような手続きが必要になるのかということで、ここをまた最初のところ、赤文字になっていますので、確認していきますと、常用金の配当は原則として株主総会の普通決議より、配当財産の種類および消防価格の総額、株主に対する配当財産の割り当てに関する事項。 常用金の配当効力発生日を定めて行うとありますねで、この記述については以前に見てきた内容とつながりがありますけれどもそれは取締役会設置会社における株主総会の法定権限ですねその中に株主の利益に関する重要な事項というのがありました そちらの内容と今の記述つながっていますので今一度振り返っておいてくださいでは次のところを見ていきますと、まあ、ただし次のような例外があるということで丸 ① 株主総会特別決議が必要な場合ということで、まあ、先ほど第一段落のところではこの需要金の配当は原則として 株主総会の普通決議で行まあこれに対して例外として1株主総会の特別決議より厳しい基準が必要となってくるケースがあるということですね。これはどのようなケースかというと A 配当財産が金銭以外の財産過現物配当でありかつ株主に対して金銭分配請求権を与えない場合ですね。 それから B、こちらちょっと目を通していただければと思います。次に今度、2ですね。取締役会決議によって可能な配当手続き。これは株主総会の普通決議より逆にこれは緩やかになっていますよね。この2の場合、ここは見ていきますと、以下の場合、定款に定めることにより常用金配当を取締役 の権限とととととすするるここがでできるということで a 中間配当とありますね取締役会設置会社は1事業年度の途中において1回だけ取締役会決議によって剰余金を配当することができる旨の定款を定めることができるとあります。それから B 定款による取締役会への受験。 分配特則規定ということで、まあ、こちらの内容はかなり細かい内容になるかと思いますけれども、会計監査人設置会社で取締役の任期が1年を超えず、過去、監査等委員会設置会社で、監査等委員である取締役を除くです、ね監査役設置、監査役会設置会社ですね、もしくは監査等委員会設置会社、または指名委員会等設置会社であるという3つの条件を満たす会社はですね、 ここちょっと長いですけれども会計監査人設置会社でかつ取締役の任期が1年を超えずということはまあ基本的に1年ということですね。それから3つ目の条件として監査役会設置会社もしくは以下の記述ですね。この3つの条件を満たす会社は剰余金の配当に関する事項を取締役会で決定できる旨を 定款で定めることができるということですねで、今の記述も先に第3節の期間のところで学んだ内容とつながりがありますそれは取締役の任期の記述ですね取締役の任期というのは原則として2年ですけれども1年ですね例外として1年になる場合があるその中にこの今の記述に 関連する技術がありますのでまあ、そこですね今一度振り返っておいてくださいはいでは続いて括弧4ですね常用金の配当要件こちらを確認していきましょうこちら板書の方にも書いておりますけれどもこちらですねテキストの方ですね一緒に確認をしていきますと1行目会社の純資産額が300万円を下回る場合には配当を できなないいととうことになりますそれから2行目配当をする場合には法務省令の定めるところにより配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金資本準備金または利益準備金として積み立てなければならないこれ先ほども見てきたルールですね。それから3つ目剰余金の分配は分配可能額の範囲内でなされなければならないと。 というこ,とでこちら、板書にも書いておりますけれども、この3つですね、配当要件として、ささえてておいいいくださいはい、では、今度は、かっこ5ですね、違法な剰余金の配当ということで、株主、取締役をはじめとする関係者は、法廷の特別の責任を負うということになります。 1, で丸1株主の義務、丸2取締役執行役の責任、丸3会計算用監査役の責任とあります。丸1株主の義務のところを見ていきますと、A 会社に対する支払い義務ということで、無過失責任とありますね。これは株主が会社に返さなければならないということを言っているわけですね。それから、B 会社再建者からの支払いい請求ととったところそれから、丸に取締役執行役の責任を見ていきますと A、会社に対する責任これは先ほどの株主の義務が無過失責任であるのに対してこちら、取締役執行役の責任は過失責任とこの辺りは異なるところですね。それから B、第三者に対する責任それから C、 悪意の株主に対する急所といったところがありますそれから ③ 会計産業監査役の責任に関しては先ほどの取締役執行役の責任と重なるところありますけれどもこの A 会社に対する責任 B 第三者に対する責任があるということになりますこの違法な常用金の配当というのも先に学んできた内容とつながってくるところが ありますのでこちらも今一度振り返っておいてくださいはいではここまでですね常用金の配当についても一通り見てきましたいかがでしょうかはいではこの第4節計算につきましてはここまでといたしましてまた板書の方を切り替えてですね次のテーマ第5節 設立の方に入っていきましょうでは場所の方ですね今一度確認をしてくださいよろしくお願いいたします